これね、2体しか編成しないけど、ぶっちゃけ多分3体の方が楽だと思う。つうわけでね、まあ、さっき1回ワンプレイはしてきたんで、イザナミ先生。まあ、サクッとね、攻略して、今回のね、運4でやらせていただきます。いや、マジで、ドーマが強すぎんだって。はい、ドーマこんな感じね。まあまあまあ、ギミック対応完全なんだけど、さらにね、信用封じを持ってるから、そこが5000点って感じ。で、ここハマんのかなと思ったんだけど、別にそんな硬くない。で、はい、弱点が出ました。で、基本的にエレメントエリア内からの友情コンボとかで攻撃することが多々ありますってことが分かりました。これ、ゆっくり別に出てなくていいのよ。出なくてもいい。一発。もちろん熱き遊撃なんついてないよ。もうただただ、ただただ友情コンボ。ドーマめちゃくちゃここで強いんだよね。ね、ちゃんとバランス型だから、要は砲撃とかじゃなくて普通に火力が出てますよってやつ。これはちょっとミスるかな。あ、2フレしちゃったな。うん、そもそもだったわ。ね、要は、まあ、雑魚倒した後に、エレメント入れないからの友情コンボとか倒しましょうねっていうクエストなのよ。基本コンセプトは。あ、だから今ね、右側も処理してれば、ドーマに触って終わってた。まあ、どうせドーマなんだからいいか。で、ウィンドは結構大事。はい、止まって。そう、この減速壁利用してあげることによって、かなり配置がしやすくなります。だからね、貫通4の方がいいんじゃねえかなって気もする。はい、きっちりかっちり。これ楽じゃない?まあ、今回のクエストね、まあ、キャラクターがみんな、昔からモンスターやってる人はワクワクしかないしないよね。超嬉しいんだけど。ここは、はい。OK。で、ボス火力、やっぱ気になるじゃないですか。さっき見した通り、信用封じ、要は、神キラー持ってるんで、友情も刺さるんよ、しっかり。ね、強ない?まあちょっと物足りないかな。最近の中だと火力だとちょっと物足りないけど、まあまあ十分なね、火力が出ておりますよ、と。ほら、いい感じじゃない?全然いい感じ。だから1体ガチャ券入れてあげて、効率上げてあげるのもいいかもしれん。例えば、まあ普通に、誰だ?減速壁で、ウィンドで、アルセーヌか。そう、アルセーヌ。セーヌとか一体入れてあげるとより楽になると思う。アルセーヌ1、ドーマ3とかで全然いけると思います。ここは、味方をエリア外に出さないように、友情を出しましょう。やべえ、強えんだけど。で、そう、この拡大爆破弾。これがね、注意点が1個あって、まあ、注意点ってほどではないんだけど、本来さ、一番近い区の敵に飛ぶじゃん?そうじゃなくて、今回のクエストに限っては、そのウィンドの、ぐるぐるマン。そう、ウィンドのこれ。これに飛んでくのよ。だからこの直線上、このここら辺の直線上にいると、当たっちゃうよっていう仕様になってます。そこだけ注意した方がいいかな。で、これはごめん、2手かかるわ。うん。だよね。しゃあない、しゃあない。ほら、こんな感じ。左上それたでしょ?で、コツンして、あ、まあまあ、こう軽く出しちゃっていいか。多少でも。別にね、弱点さえ出てれば何でもいいんで、1個弱点出した時点で、ガンガン削っていっちゃいましょう。まあ、降臨クエスト、周回クエストだからね。いや、まさかドーマン輝くと思わなかったな。正直予想外。ちょっとだってドーマン SS すら覚えてないもん。あー、眠らせるか。案外強いんだよね。これ、棒、綺麗、引っ張りたいな、棒切れを。ごめん、ちょっと遊ぶわ。棒切れ、棒切れ。上、棒切れ、棒切れ。まあまあまあ、こんなもんだな。いや、ほら、マーチってさ、あんまり友情が輝かないじゃん。たまには使ってあげようと思って。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。まあまあ、運枠としては、本当にドーマは強いと思うんで。で、まあ、鬼滅コラボもね、結構な人がやってたと思うから、ドーマの運枠多いと思うのよ。運極になってる人。下手にマーチとか組むよりも、全然ドーマの方が強いから。マジで。お?ああ、はいねか。びっくりした。この画面しか見てなかった。猫が出てくるところ、多分前回見てないんだよね。はい。じゃあ、そんな感じです。バイバイ。目指せ1万再生。バイ。